はい、ティーズプレイランドのティーです。先日ローソンに行ったら、この新日本プロレスのくじがやってたんですよね。で、これは一番くじじゃなくて、なんか新日本プロレス50周年記念くじっていうんですけど、でも1回900円なんですよ。で、特賞のマスクが、あの筋トレ動画とかの時にこのマスクつけてやったらモザイクとかかけなくていいなと思ったんで、ちょっと欲しくなっちゃったんですけど、でもやっぱ1回900円ちょっと高いし、なんか上位賞もなんか微妙というか、多分 ABC までが上位賞でなんですけど、1回900円の割に A 賞がタオルじゃないですか。だからちょっとそのマスク以外は、まあ、ビールジョッキとかもいいんですけど、900円でどうしようかなって思ってて、一回あの引かないで帰ったんですけど、次の日にやっぱりちょっと引いてみようって思って試しに引いてみました。特賞が、あのマスクが当たりたいんですけどね。そうですよね、皆さんそうみたい。あ、でも A も出たよ。A 賞だ、いいんだけど。近くまで行ったよ。いいんだけど。はい。出た。最後。なんだっけ、特賞か。特賞と。あ、はい、すいません。はい、というわけでね、A 賞のこの猪木の闘魂タオル、これが上位賞として当たりました。で、あとはこのレジェンド、レジェンドアクリルスタンド、これが3つですね。これまあまあ良かったのかな、こっちで。こんな感じで、レジェンドと、現役選手が、棚橋、内藤、岡田、3人入ってますね。ちなみに僕は、新日本プロレス、以前は結構好きで、会場とかも、観戦行ったりしてたんですけど、まあ、コロナになってからちょっと行かなくなっちゃったんですけど、内藤推しです。なんでこれちょっと3つあるから内藤出てくれると嬉しいです。で、あとはこれのクリアファイルとステッカーなんですけど、じゃあこっちから開けておくか。これじゃあ先にこれを開けちゃいます。これが、はい、クリアファイルは、でもこれ、ステッカーはどこに入ってんだ。あ、これか。はい。ということでね、はい、藤原でした。よし、そして、これ。開けていきましょう。これがアクリルスタンドは内藤が出てほしいんですけど、じゃん、じゃん、前田明、前田明。はい、前田明かね、アウトサイダーのね、作った人ですね。じゃん、あ、猪木だ。はい、猪木でした。
いいんだけど、ちょっと内藤出てほしいな。せーの、じゃん、じゃん、じゃん。あ、長州力だ。はい、長州力でした。まあ、こんな感じでね。アクリルスタンド。あ、でも、まあ、いいっすかね。こう、並べてみると。はい。で、タオル。タオルか。タオル、これが栄翔なんですよね。まあでも、特徴のマスクが良かったですけど、あ、でもこれもね、欲しい人いるかもしれないしね。とりあえず、もう900円だからね、ちょっと高いんですよ。5枚で4500円?まあそんな感じで、マスクは当たらなかったので、猪之助マスクでも買いますか。それでは。